また蹴った尾崎が上がっていく。前のクロスは坂本、ヘディング入った。ようやく沼津がゴールをこじ開けました。後半の10分、尾崎の正確なクロスから183センチの坂本、3試合ぶり今シーズン3得点目。欲しかった先制ゴールは沼津に入りました。でフリーになっていました坂本。高い打点。